皆様どうもおはようございます。黒塚さぬきと申します。よろしくお願いします。週こってやりましょう。今日はね、合皮でいいでげすか。あ、これもむずいんだね。というか、まあ、達人にするともう全部むずいのか、ひょっとして。そういうことかもしれんな。で、誰を使うのかと言いますと、まあ、こいつは、イケメン、長領。まあ、こいつもどうなんだろう、強えのかどうかちょっと覚えてねえけどよ。まあまあ、強えだろ。うわ、これ無双上がるじゃん。よろしく、にゃーで、黒塚っすね、これ。でも無双が上がるけど、なるね。なるなる。オッケー、わかったわかった。カッタンがついてんのか。カッタンがついてるということになると、これ今回、毒いっちゃう？いや、ビリビリだな。こいつビリ、結局ビリビリになるんだよ。海水じゃなくて、真空スザク、ゲン。海水じゃなくて、まずカッタンがいらなくなってきたということは、あのね、これをね、つけたいところではあるんだけど、このガード弾くやつ。なんだけど、このガードさせてヒットされると空中ヒットになってたんだよね。前回のキャラもそうだったけど、リュウリュウもそうだったけど、それだと結局街で撃った方がいいんじゃねえかっていうことで、今回これはなしにしていくか。これはなしにすることで、何をつけましょうか。何をつけまーせうせうかっていうことになってくるわけ。それわかんないのよ、俺。何をつけていいか。さっぱりわかんないっていうね、おじさん。これバイチングマチコだよね。何つけよう、マジで。弾威力上げるか。で、まあ、いらねえ。応援なんかいらねえ。よし、行こう。これで、皆殺しにしちゃる。大概皆殺しにしちゃるけえの。でまあ、当然自分が長領なんで、あの長領襲撃イベントは一切ないと。あれ、我が軍に有利なイベントは一切ニャーでニャーでと。横に奪われるわけにはいかん。なんとしてでも守り抜くのだ。はい。でまず長領殿は常識を渡り、台湾に。これ、ここで殺して終わんないよ、ね、このゲーム。僧としての誇り見せてやる。そうだね、一騎打ちがあるってことは。かかってこい。いいんですか。かかってきて。あんた総大将ですよ。こいつルール分かってねえんじゃねえか、このゲームの。よかろう。かっこいいじゃん。衣装もいいよね、3って。これさ、どうやってかわすんだっけ。あの、死にそうなんですけど。気のせいかな。すげえ死にそうなんですけど。どうやったら勝つのこれ。すげえ死にそうなんですけど、僕。気のせいっすか。あ、なんか最初のさ、無双のかわし方忘れちゃう。ジャンプでどうやるんだっけ。おー、あ、死んだ。あれ、どうやってかわすんだっけ。何このゲーム。こんなゲームだったっけ、これ。気のせいかな。かわし方は忘れちった。あれ、最初かわせたんだよね、ジャンプで。え、マジで忘れちった。俺どうやってかわしたっけ。え、マジで思い出せねえや。え、ジャンプでなんかすかした気がするんだよな。いや、やってたんだよ、なんか。もう思い出せない。ジャンプでかわせないってどういうこと。困ってる今。すげえ困ってる今。どうすりゃいいんですか。でもあそこ突破しないとクリアできないですよ、このゲーム。どうしちゃったらいいんでげすか。教えてくだせ。ガッピーを5に奪われるわけにはいかん。なんとしてでも守り抜くのだ。長領殿には葬式を。マジで、マジで思い出せねえ。に尊敬に誘い込んでもらう。どういうんだって、マジで。見せてやる。もううぜえよ。ジャンプチャージだっけ。あ、違うな、違うな。
どうやってかわすのか忘れちった。ちょ、何それ、なんでそんな変なとこに。はぁ、なんだ残念だよ。もう終わってるこのゲームマジで。あー終わってるよこのゲーム。終わってないこれ。何このゲーム。ちょ、最初の透かし方忘れた。ちょっと調べていい？なんかお、マジで忘れた。俺どうやんだっけ、記憶にないんだけど。ちょっとなんだこのゲーム。三国武装3、なんだっけ、一騎打ち、一騎打ちコツ、確かこれで出てきたはず。いや、なんか透かせたんだよね最初。一騎打ちのコツを教えてくれ俺に。もうろくな攻略書いてない。ダメだこれ、ろくなこと書いてねえやこいつら。じゃ最初透かし方が分かんねえや、思い出せない。どうしようマジで。もう あれないと勝てないんだよ。もうやるしかねえよ。もうなんかイラッときた今。終わってねこのゲーム。プッツンに来そう本当に。イライラしてきた今。ははは、かつくわーこのゲーム。なんでこの一騎打ちのクソシステムなんとかしてほしいわこれ。毎回これもめんどくせえんだよ、この毎回毎回この設定し直すのも。あ、攻撃するんだったっけ。ジャンプ攻撃だったっけな。ジャンプ攻撃だった気がする。ジャンプ攻撃で透かした気がする。あ、違ったっけ。将としての誇り。違ったかな。もう、うるせえ。どんなことぶっ殺したかなお前。あれ透かせねえ。は？終わってねえ。なんかこれ当たんないんだよ最後。ああ、どう考えたら積んでるわこれ。相手のゲージが溜まっちゃうもんな。くそ、わかったわかった、もうわかった。こいつに勝つ、今日こいつに勝つというルールにしよう。で、今思い出したけど、俺中断すりゃいいんだ。毎回毎回こっからやる必要ないんだよ。こいつに勝つ俺は。ムカついた。あーやってやる。あーわかったわかった。お前がそういうことするんだったら俺もお前が死ぬまでやってやる。はいはいはい。はい、わかりましたと。いいなぁ、透かせたはずなのになぁ。もう透かし方が全く思い出せん。もうカラプッツンだこれ。これプッチンプリンいきそう。マジでガッピーをここに奪われるわけにはいかん。ここで中断だよ。何としてでも守り抜く。中断してこれでいこう。くそマジムカつく。もうムカつくよ。バッツン行きたい。もう拳で行きたいもん。顔面に、右ストレート、テンプルにバッチン行きたい。汚いんだよな。でさ、俺あの弾き返しできないから俺、あの相手のフェイントうまくねかわせないんだよ。3はね結構3の無印はかなり愚直に技を出してきてくれたんだけど。ダメだ、フェイント乗らない。マジうぜえよな。
当たんねえんだよ。まあ別にこれね、時間内逃げ切ってもいいんだけど。はぁ、逃げ切ってもいいんですよ、これ。いいんだけど、気に入らない。きたねえ、こいつ。いや、こいつ倒してよ、殺して。おい、絶対殺す、こいつ。もう決めた。ムカつく。これ積んでるんだ、基本積んでるんですよ、成功法だとね。相手のゲージが溜まっちゃうから、もうその瞬間にカウンター無双で、ビャンビャンにやられるっていう。ビャンビャンにやられます。長領殿には少子郷を渡り、対岸に孫権を誘い込む。最初の透かし方さえ分かれば勝てんのに。絶対透かせねえ。来た。これだ。はい、勝った。死ね。よし。はい、バカ。なんだこいつ！バカ野郎！ゲージ溜まっとんじゃん、こっちは。撃ってこいや、お前！だが、こら。二度と関わってくんだ、この野郎。よし、もう知らん。こういうゲームです。誰や？なんか出てきたぞ、おっさんが。なにこのおっさん。なんだ、この親父は。はぁ、あ、めちゃくちゃシュールな、こいつ。うれ、敵は手強い。油断するなよ。なんで士気上がって相手がいるの、お前。親は死んだよ。そいつ家の前に隠れてる。そいつ家の陰に隠れてやがる。汚っ。うれ、いいぞ。で、どうするか分かる。もう一発で出ねえんだよ、お前。リロ強くねえ、こいつ火力やば。それそれやばすげえ。あー、最悪、ガンされた。うわ、これ死んだか。そう、こいつマジで汚えわ。もうやってることは汚い。なんかずっと追いかけてくるんだけど。回復ないの、これ。間に合うの、それ。やばいな、ここ。最近やること汚いよ、このゲーム。ちょ、はい、死ね。あ、回復どっかね。あと俺、馬。馬どこ、これ。我らも遅れを取るな。回復なんかこっちの方にあった気がする。うわ、拠点は多分倒せない。倒したらね、拠点に殺されちゃうから。ここ、ここなんか、あれだった気がするな。無双アップするやつじゃなかったっけ、これ。違ったっけ。まあ、そうだよな。一回戻るか。ここにいたら危ねえな。いやー、なんか汚いゲームでしょ。こう、なんか思い出してきた。なんか3あんま楽しくなかったなって思う原因がこれなんだよ。汚いんでやってくることは基本的に。みんながみんな汚い手段を持って、プレイヤーを苦しめてくるっていう。そういう承認を腐った部分がやっぱ垣間見えるのが、あんまりなんかやってて気持ちよくないんだよ。敵をとりあえず殴れる。一方的に殴って、地獄に突き落とすっていうのがやっぱこのゲームの楽しいとこなんで、そこ損なわせてくるという。一騎打ちという、相手の超反応という、良くないんだよ。
無双も基本ガードされるし、なんでや、なんでこんなことになるの。武将がいないんすよ。おめでいいよ。モブ武将ぐらいでもね、一番気持ちいいんだよ。そんなに反応も良くねえし、これ気持ちいいんだよ。気持ちよき。なんか回復落としてないですか。あ、どなたも落としてない。あ、そういう感じっすか。なんかあそこに壺がある。でででで、チクチクしないよ。よし、これ何やっけ。ここあさ、関寧が援軍で来るんだ。修繕園か。なんかもう疲れちったよ。あの孫権との一騎打ちで俺はもう疲れちった。これチャージさんってやっぱ浮かされるんだね。こうやって、これうざいな。あ、見事に浮かされるわけ。何か来ましたよ、グレイシーが。ちょ、うぜえな、マジで。ちょ、マジでうざくないこいつら。何考えてんのこれ。そんなうざいことしちゃダメでしょ。無双がいい。無双が強いから結局強いんだよこのゲームは。グレイシーが来るから、この体力で果たして勝ち打ちできるのか。なんか来たね。やばい、これはちょっとセンター、なんだこいつ。俺がセンターラインに行こうと思ったら、あいつどこ行くね。走り回っとる。あの者も遅れを取るな。よし行こう。これはこの無双叩き込みたい。なんだ、やべえ、来やがった。これまずいな。一気に来やがる。少し遅くなっちまったが、こいつまた強いんだよな。ちょうどいいぜ。これ一騎打ち来たら俺は逃げるぞ。俺はもう逃げる。柄の悪いのは来やがった。やからが集まってくんだよ。いいよ。それやめろ、その遠距離、遠距離プンプンやめろ。うれ、ナイスロ。今行っちゃう俺が。一旦ここは死ねません。いやお前死ぬね。私にはなんか地面揺れてますよこれ。初期微動が来てる。大地震が来るぞ。一旦ここは捨ておいて、待って、今なんかうまそうな回復あった。うまそうな回復なかったよこれだよな。ちょっと観念をなんとかしないと面倒くさすな。トンニーが危ないかもしれない。でここにエマージェンシークボズが行くわけで、右側も赤に侵されちまってる。これは良くない。真っ赤っかだよ。ドゥ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 。これやっぱ俺夕飯の準備しないといけないのに、俺こんなことしてる場合じゃねえんだよ。俺人を殺めてる場合じゃないんだけど。すまん、ちょっと今は観念、俺は処す。任せろトンニー、おまんはわしが守るけ。たまえこのこの振りたぎっとるわ。よし、あやつら、もう夢やな。始末しておかないとな、これ。うぜいかな。いいぞ、うれ、おっさん暴れとる、こいつ。暴走族か、こいつ。暴れ待って、的を絞るんちゃう。いいぞ。で来たところを無双で撃つ。
わあ、フェイントに引っかかった。こいつフェイントいるんだよ。こういうフェイントしか入れるから。どこ行った？ハンデ消えたんだけど。ハンデどこ行った？いるじゃん。来たい、小野町子。これ勝ったんじゃない？小野町子と、この超人的な無双の量。勝ったとしか言えない。うわぁ！なんだそれ！なんで着地に待って、すぐ着地にいるんだよ、こいつは。うれ！遅れを取るな！なんか。敵将！撃ち取ったり！これで安泰だろ。あと、ロシクはいるんだっけ？結局、島釣りにあげて、真ん中助けて、左も助けて、センターに集結する俺たち。いいですね。なかなかいいんじゃないですか。おれ！よし！回復がないのが痛いが。まだいるな、なんかいっぱいらしいやつ。てめえも死にたいみたいだ。すごい！やっぱ無双ゲージがあるとあると強いかもしれない。攻撃範囲が広いやつは悪くないかもしれない。なかなか、あいつ殺していいかな、なんか。うざってえの。あ、助成金もいるじゃん。あいつ殺そう。うるえ！なやつ、ワイがやっちゃる。全部ワイがやっちゃるけ。やばい、ゲップが出そう。俺たちのコンビネーションいける。チャージ音がなんか足が短くなったのか知らねえけどよ。全然当たんない。よし、完璧じゃないか。俺の馬こっちか、 Y の馬あっちか。でこっち綺麗にしよう、目障りだから。あ、でもこれ超量以外だとクリアできる気しないな。ハンハン、ハンハンハン。このステージは育成ステージに向いてるんですよ、意外と。なんだけど単純に難易度が高いっていう。あれ、弾き返しってさ、これ強いって言うじゃないですか。わ、何が強いかよく分かっていいんだよな。まあまあ、ダメージあんまねえじゃん。まあ一時的に相手ぶっ飛ばせるっていうのはあるんだけど、なんかあんまり、なんか普通に無双を貯めてカウンター打ったのが強いんじゃないかと思っちゃう。わかる？いまいち使いこなすとないんだよ。撃ち取ったり、その対岸武将戦とかで強いのはわかるんだよ、わかるんだけど、集団戦であんま使う意味が俺よくわかんないんだよ。威力があんまねえじゃん。あ、お前孫権だろ。もう殺しちゃっていいわ。じゃあやっちゃっていいっすか。なぜガードできる、なぜガードができるんですか。やれ、こいつ、あー、ガードしちゃう。それもガードしちゃうんだ。やるじゃん。どこにいらっしゃる。うわっと、これね、見えないんだよね、この名乗りが。なんかガチャガチャしてて、もうこれもでけえ、どこにいるか見えてないんだよ。よし、もうちょっと回復欲しいなーなんて俺思っちゃうわけ。ちょっと回復欲しいな。小野町子、どうしよう。おんぶに抱っこだ、俺、小野町子に。ひも、あーべ、これよくない。あ、撃っちゃった。あ、いいや。お酒もあるし。撃ち取ったり、いいよ。あ、これが、これね、このフェイントほんとうまいんだよ。このジャンプ攻撃で反応させるっていうフェイントを持ってるんだけど、こいつは。これうまいんだよね。また。
さん上手いんだよね、なかなか。敵将打ち取ったり、強えや、こいつ強えや。俺が死んでも孫悟の、まあ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 、なんかこうキャラ差が出てるよね、明確に。そんな気がする、使ってて。いや、範囲広いやつがかなり正義になってきた気がする、このゲーム。しかし長領さんはやっぱ強かったな、やはり強かった、輝いてた。相棒にふさわしいと言っていいんじゃないかな。はい、さよなら、また会いましょう。